こんにちは、カオルです。決済関連のサービスで今一番熱いのは V ポイントだって皆さん知ってますか？いやいや、もうポイントとか決済は増やしたくないよ。楽天ポイント、T ポイント、ポンタポイントにペイペイ、メルペイ、D 払い、いろいろやりすぎて分かんなくなっちゃってるからっていう人も多いかもしれません。その気持ちはすごく分かるんですけど、ただそれでも紹介したいくらい激アツなキャンペーンを開催中なので詳しくお話ししていきます。節約マスクのお金の話。関連したキャンペーンが複合的に存在するので、最初に結論としてやることとお得になる金額を体系的にまとめておきます。まず最初に三井住友ナンバーレスカードを作ります。これで8000ポイントプラスカード利用で最大1万1000ポイントがもらえます。合計で最大1万9000ポイントですね。そして2つ目、作ったナンバーレスカードで V ポイントアプリに1万円分チャージすると2000ポイントがもらえます。チャージするだけで増えるのでやらなきゃ損です。そして3つ目、 V ポイントを V ポイントアプリ残高にチャージすると 20% 増量します。細かい話は後でするんですけど、これは上限なしの 20% 還元なので、人によっては何万ポイントも稼げるかもしれません。ということで、ほとんどの人が2万円分以上くらいはゲットできる可能性が高いキャンペーンの組み合わせになっています。1つ目から順番に解説していきます。まずはポイントサイト経由で三井住友ナンバーレスカードを作ります。これは2021年2月から新しく発行された三井住友カード初の年会費永年無料カードということで、今かなり力を入れて販売促進している感じです。これをハピタスっていうポイントサイト経由で作ると8000円分のポイントがもらえます。ポイントサイトってなんだ、なんでポイントがもらえるんだ、怪しいぞって思った人は別の動画で説明しているのでそちらを見てください。で、三井住友カード自体がこのクレジットカードの発行と利用を促進しようとして打ち出しているキャンペーンが2つあります。それが利用金額の 20% 分最大1万円分の V ポイントプレゼントと V ポイントギフトコード1000円分プレゼントです。 V ポイントギフトコード1000円分の方は期間中にナンバーレスカードを発行していれば入会の翌月末頃までにメールでギフトコードが届くということです。ギフトコードの使い方はキャンペーン詳細ページに書いてあるので概要欄のリンクからチェックしてみてください。最大1万円分の V ポイントプレゼントは期間中にナンバーレスカードを発行すればカード入会月の2ヶ月後末までを対象期間として利用金額の 20% の V ポイントがプレゼントされるキャンペーンになっています。最大1万ポイントということなので5万円使えば上限に達することになります。カードを発行してから2ヶ月後末までの間は日用品とか食料品のお買い物をナンバーレスカードですれば5万円くらいは使いそうですよね。割とほとんどの人が達成できそうな良心的な条件だと思います。ちなみにナンバーレスカード自体は通常時は 0.5% 還元なので、楽天カードとかみたいな 1% 還元のクレジットカードのようにメインカードにするつもりは私はありません。ただセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ大手3社とマクドナルドは 2.5% 還元で、さらにセブンイレブン、ローソン、マクドナルドではタッチ決済をすることで 5% 還元になります。普段利用している人にとってはかなり有益なカードなので持っていても損はないと思います。あと以前も少し紹介したんですけど、 SBI 証券で6月から始まるクレジットカードで投資信託の積み立てをするとポイントがもらえるシステムは多分このカードが対象になると思うので、投資をする人にもおすすめです。このカードが対象になると思う理由は SBI 証券のホームページにバナー画像が出ているからです。では次に V ポイントアプリに1万円分チャージすると2000ポイントがもらえるキャンペーンを紹介していくんですけど、まず先に V ポイントアプリっていうのが何なのかをお話ししていきます。これもナンバーレスカードと同じで、三井住友が2021年2月から新しくリリースしたキャッシュレス決済アプリです。基本的な使い方はバーチャルのプリペイドカードみたいな感じで、クレジットカードとかからお金をチャージすることで決済に使うことができるようになります。チャージ方法は4種類あって、1つ目は V ポイントでチャージする方法です。ナンバーレスカードの利用でもらった V ポイントとかは V ポイントアプリにチャージすれば使い道が増えるっていうことですね。アプリの名前が V ポイントなんですけど、 V ポイントをそのまま使えるわけじゃなくてチャージしないと使えません。しかも V
ポイント以外でもチャージできるのに、なんでアプリの名前を V ポイントにしたのかはさっぱりわかりません。ややこしいだけだと思うんですけどね。まあそれはさておき、チャージ方法の2つ目は V ポイントギフトです。ナンバーレスカードのキャンペーンでもらえる1000ポイントもこのアプリでチャージして使うことになります。3つ目はクレジットカードでチャージする方法なんですけど、関連会社以外のカードは手数料が取られるので、ナンバーレスカードでチャージするのがいいと思います。4つ目は三井住友銀行からの引き落としで無料でチャージする方法です。ではチャージした残高はどこで使えるのかというと、まずビザのクレジットカードが使えるネットショップで使えます。これだけで使い勝手としては抜群ですよね。ただカードの現物があるわけじゃなくて、カード番号、有効期限、セキュリティコードをアプリ上で確認して入力する方式なので、ビザのクレジットカードが使えるリアル店舗で使うことができるわけではありません。といっても実店舗でも使えないわけではなくて、 ID 決済もしくはビザタッチ決済が利用可能な店舗ならタッチ決済をすることができますので、使い道に困ることは少ないと思います。ここまでで V ポイントアプリが何なのかは分かったと思いますので、キャンペーンの内容を見ていきましょう。内容としては V ポイントアプリのダウンロードとチャージで 20% 還元されますよっていうものです。最大2000円までなので、対象期間中に1万円チャージすればいい感じですね。注意点はクレジットカードまたは銀行口座でのチャージが条件になっていることです。例えばナンバーレスカードのキャンペーンで入手した V ポイントとか V ポイントギフトはチャージできたとしても、このキャンペーンの対象にはならないので、ナンバーレスカードを使って1万円をチャージするようにしましょう。では次に V ポイントを V ポイントアプリ残高にチャージすると 20% 増量するキャンペーンについてお話ししていきます。さっきのキャンペーンと似ているんですけど、これはクレジットカードではなく V ポイントをチャージすると残高が 20% 増量します。そして上限がないみたいなので、 V ポイントが大量にあればめちゃめちゃ稼げるキャンペーンになります。といっても V ポイントなんて貯めてないから全然持ってないよっていう人も多いと思います。ナンバーレスカードのキャンペーンでもらえるポイントが期間に間に合えばチャージしようかなくらいですよね。ただ V ポイントは他のポイントサイトのポイントと交換して入手することもできるので、このキャンペーンを利用すればポイントサイトのポイントを 20% 増量で V ポイント残高に変えることができる場合もあります。そしてさっきも言ったように上限なしなので、今までポイントサイトでコツコツポイントを貯めていて何にも交換しないで何万ポイントも貯まってる人は、かなりお得にポイントを消費することができます。ハピタスを例にすると、ハピタスポイントの直接の交換先には V ポイントはないんですけど、 G ポイントギフトに10日交換することができて、 G ポイントは V ポイントに10日交換することができるので、結果的にハピタスのポイントを V ポイントに変えることができます。あとはその V ポイントをチャージすれば 20% 増量されて V ポイントアプリの残高に入るということですね。私自身はこのキャンペーンの内容を見る前にハピタスのポイントを月の上限まで交換してしまっていたので試せていないんですけど、ネットの情報ではこの方法で 20% 増量ができるみたいです。ということで V ポイント関連のお得情報をまとめてみました。ナンバーレスカードの発行とか V ポイントアプリの本人確認とか日数が必要な箇所もあるので、参加したい人は早めにしないと対象期間に間に合わないかもしれません。こういう決済関連のキャンペーンは多すぎて疲れちゃうこともありますけど、時期によってめちゃめちゃお得になるので無視できないんですよね。 PayPay が初期に100億円あげちゃうキャンペーンをやったり、最近だと D 払いが熱かったり、各社予算を使いまくって認知度を上げようとするタイミングってあるじゃないですか。V ポイントは今がその時期みたいなので、とりあえず乗っかっておくのが正解なんじゃないかなと思います。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。